はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、もう見えてますけれども、ちょっとわからないかな、呪術廻戦から五条悟。はい、こちらね、またこちらフェネックスから出ました。はい、風流呪術廻戦悟五条マッパショーケース。はい、まあ、これはね、どんなフィギュアかっつったらもうこれですね。もうね、はいはい、この座っている五条先生、まあ、これはね、一時期展示会かなんかで、あれ1分の1スケール、はい、そちらがね展示されて注目を集めたんですけれども、それのスケールフィギュアとして再現したやつですね。いや、これはね、ちょっとね、めっちゃ期待しちゃうんですよ。4巻の表紙のね、やつ、チビアスクランブルフィギュアの五条悟のフィギュアと、どっこいどっこい、どうなのかなっていうね、超えるんじゃないかなぐらいの期待感を持っているんですけれども、はい。ということでね、こちらを今回は開封してご紹介していきたいと思います。では、とりあえずね、これ袋外して、もう、ブリッサーの状態までね、持っていっちゃいたいと思います。はい、ブリスターの状態まで持ってきましたけれどもね、はい、とりあえずね、こちらに説明書が、はい、ありましたね。うん、まあ至って、まあ普通に座らせるだけですけれどもね、はい、って感じのこちらのブリスター、まあやっぱりね、保護ビニールとかそういうのがね、いっぱいかませてありますね。うん、まあここでね、若干お顔が見れる感じになってるんですけれども、もうこの状態でちょっとやばいぐらいかっこいいですね。はい。はい。ということでね、もう早速ね、もう拝みちゃいたいと思います。はい。はい、早速ね、ブリスターから出しました。ではね、まず本体から見ていきましょう。こちら。大丈夫、僕最強だから。やばいぐらいかっこいいね。超イケメンじゃん。めっちゃイケメンなんですけど。うわ、この五条先生めっちゃかっこいいわ。なあこれ。いやー、このね、服とかのシワもね、すごいし、こうシャドウもすごい吹かれてるんですよね。うん、もう陰影がすごいはっきりしてる。で、全体的にマットな感じですね。うん、いや、いいわこれ。こうね、ほんとシワがすっごいね、刻まれてて、うん、造形力が高いですね。で、お顔。うわ、めっちゃイケメン。もうこの陸眼のね、この綺麗な瞳。めっちゃいいわ。おお、すげえイケメン。もうこれはもう女性イチコロですね。この目にやられ、見つめられたらね。やばいぐらいイケメンだわ。で、こうやってね、アイマスクをこうずらしてる感じのポージングなんですけれどもね、まあ、こう見る分には、うん、気にはならないんですけれども、こう見た分にはちょっと顎がね、シャープすぎなのか、ちょっと長すぎなのか、ちょっと違和感はあるんですよね、この顎の長さが。うん、ちょっと違和感あるなぁと思ったんですけれども、こうよーく見るとね、分かりづらいんですが、口半開きにしてるんですよね。うん、口半開きにしてるんで、その分顎が下がって見えてるのかなっていうね、うん、そういうことなのかなとも思いますけれども、はい。いや、これは見事に来
待に応えてるとは思いますね。でこの陰を結んでるかのようなこのね指、左手、これもいいね、おしゃれだね。はい、こちらが本体。注目は本体だけじゃないんですね、これがね。はい、台座、こちらすごくないですか。座ってるから見えなかったけど、この背景がね、なんかこう無量空所、領域展開してる感じを表してるのかな。この後ろにねこういう感じになってるの全然知らなかったんですけれども、いや改めて台座だけを見るとね、これもクオリティ高いですよ。うん、全体的にねもう薄暗い紫、で表のこちらは、表のこちらはね、あの普通にこうテッカテカしてる感じの塗装なんですけれどもね、これがまた綺麗なんですよ。紫と相性いいね、このね。で中がマットな黒、マットブラック、いやこの対比がすごい綺麗。ここに五条先生座らせるとなると本当これはやばいですね。では早速ね、こちら五条先生に早速座ってもらいましょう。はい、10秒経ったら戻っておいで。はい、早速座ってもらいました。いやこれは素晴らしいね。これはやばいな、めっちゃかっこいいやん。いや素晴らしい、このねやっぱ目の角度っていうのかな、もうイケメンすぎるんだよな、素晴らしい。いやこれはやばいね、久しぶりに五条先生の決定版来ちゃったかなこれ。じゃあちょっとね、せっかくなんで渋スクの五条先生と並べてみましょうか。多分スケールとしては合ってるのかな。はい、どうですこの奇跡のコラボ。メーカーが違うんですけれども、どちらも甲乙つけがたい、めちゃくちゃいいなこれ。2体並べて飾るとね、めっちゃすごい、なんだこれ。いやこれでもうね酒進みますねこれね。ああ酒のおつまみに最高ですよこれ。いやこれはもうこの2体だけあれば十分かなっていうぐらいのレベルですね。この2体は突出してますよ、五条フィギュアで。いやーこれを果たして超えるフィギュアが今後出てくるのかなっていうのがね、気になりますよね。今のところは決定版ですねこの2つ。いやどっちがどっちとかねこれつけられないです、ポージングが、そもそも違うしね、だからもうこれは好みだよね。どっちもねほんと素晴らしい出来。いやこれはやばい。もうぜひね、あの五条ファンじゃなくてもね、呪術廻戦好きにはねまずこれは買ってね、ぜひ手に取ってもらいたい、それを思わせるような商品ですねこの2つは。でこちらのね渋スクのフィギュアはね、別の動画としてもうすでにねとアップしておりますんでね、そちらをご覧いただければなと思います。最後にね動画内をクリックできるようにおすすめ動画としてね載せておきますんで、そこからクリックすればねすぐ見れます。はい、ということでね、今回はフェネックスから五条悟、はい、こちらのね珍しい座ってるポージングのフィギュア、
こちらをご紹介させていただきました。もちろんね、この後は回転台座乗せてね、ぐるっと回ってお別れしたいと思います。はい、ぜひこの機会ね、チャンネル登録していない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。